私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。大津市の名店とコラボ企画第1弾、大阪山金代のうなぎおにぎり。クリスマスシーズンの土日のみ、1日15食限定のスペシャル企画です。安野おっさんおにぎり食堂、来てね。安野おっさん SDGs ニュース。男性保育士プロジェクト、運動遊具を使って思いっきり遊ぼう。11月24日大津市で男性保育士研修会交流会、運動遊具を使って思いっきり遊ぼうが開催されました。会場はエール株式会社がんばり豆の森。先生も子どもたちも一緒に力いっぱい遊べる遊具が揃った施設です。各園ここで、いろんな遊具を買ったりしておりまして、その使い方とか指導の仕方を学びたいという熱い男性保育士の希望がありまして、こちらの方を選ばせていただきました。前半の実践講座では先生方も遊具を使った遊びにトライ。体を動かしながら遊具の特徴やサポートの仕方を実践しました。後半は情報交流会。異なる園の保育士さん同士でそれぞれの仕事の様子や男性保育士ならではのやりがい、悩みなどの情報を交換しました。県内でも男性保育士増えてきましたが、まだ各園少数なんです。いろんな施設から集まっていただいて、同じ思いで保育をしている人がいると感じていただいたり、一緒に頑張っていこうと思っていただいて、長く保育を続けていただきたいなと思ってます。参加していかがでしたか？実際こういう会がこんなにやるっていうのが知れたし、こういう交流の場が持てるのもすごくありがたい。これから頑張ろうっていうふうに思えるような力になりますし、励みになるなというふうに思ってます。他の男性の保育士の方と交流できることも嬉しいですし、今うちの園ではこうしているとか、こっちの園ではこうしている、うちではこうしているとか、そういういろんな情報交換もできるので、やっぱりちょっと保育の幅は広がるかなと思います。保育士さん同士が園の垣根を越えて交流する貴重な機会になりました。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンジュ。例えばこんな動画がいっぱいです。先生と遊ぼう。お家にいながらいろんな保育園、幼稚園、子ども園の先生と遊べるよ。今回遊んでくれる先生はまゆ先生とつづき先生。何して遊ぶ？先生と一緒に頭、肩、膝ポンをしよう。頭、肩、膝ポン、面白そう。先生たちに合わせてやってみてね。さん、はい。頭、肩、膝ポン、膝ポン、膝ポン、頭、肩、膝ポン。
やってみよう。3、はい。頭肩膝ポン、膝ポン、膝ポン。頭肩膝ポン、目耳鼻口。みんな、できたかな？お家の人と一緒にやってみてね。楽しかったね。先生にみんなでお礼を言おうね。せーの、まゆ先生とつづき先生ありがとう。ここからは保護者の方へ向けてお送りします。先生聞かせてのコーナーです。現役の先生に聞いてみたい今回の相談内容はこちら。それでは現役の先生のナイスアドバイスをお聞きください。頑張って作っても食べてくれないとがっかりしますよね。食という本面から少し離れて遊びや運動、生活リズムなどに目を向けてみてはどうでしょうか。いっぱい体を動かすことでお腹も空くし食欲も出て食べてくれると思います。長い目で見て心がけてみてください。先生と遊ぼう、次回もお楽しみに。安のおっさん里親になる。子供預かってくれる里親が不足なんやて。わしやってみようかな。そりゃあいい、一日のショートステイからでも里親になれるんじゃよ。そうならやりやすいな。安のおっさん、今日一日よろしく。どーんと汚れに浸かったつもりで任して。それを言うなら大船に乗ったつもりじゃ。しもた、わし子育て道具何にも持ってへん。そう思うて里親会に事前に申請しといたわい。チャイルドシートやベビーカーなど主要なものの貸し出しもあるんじゃ。レンタルなんてなんたるサポート。さらにおむつなどの消耗品はもらえる場合もあるし、それなりの手当まであるんじゃ。へえ。よしよし、どないした？なんでやろう。困ったらホスタリング機関や里親会に相談できるんじゃ。よかった、解決。あ、ついてないけど、わしのバーコード最近減ってきたんやけど大丈夫かな。そういう相談はちょっと。さらに万一の場合に備えた損害賠償保険もあるんじゃよ。至れりつくつく帽子やな。至れりつくせりじゃ。安のおっさん、ありがとう。坊や、またな。サポートのおかげで、なんとかできたし、自信出てきた。また、里親やりたいな。一日からでも里親になれます。詳しくは、お気軽にこちらまでお問い合わせください。見逃し配信、やってるで。ウェブアミンジュで。Huh?